岩下食品株式会社は、栃木県栃木市に本社を置く食品会社。鈴木を中心とした漬物の製造販売会社である。代表的な商品は、岩下の新生姜で、生姜漬け、ラッキョウ漬けなどの鈴木分野では、日本一のシェアである。また、アジアを中心に海外展開している。1999年には、創業100周年を迎えた。 岩下の新生姜は台湾産の本島京を使っており約30軒の農家が栽培している。芽が出たら柔らかい土をかけることを繰り返し一般的な日本産生姜より細長くシャキッとした歯ごたえに育つ。1978年当時に社長だった岩下国夫が食材探しに訪れた台湾の機内食で口にして気に入った。 日本での栽培が難しいと分かったため、冷蔵輸送している。カレーライスの付け合わせとして福神付けに次いで、落郷を連想する人がいたが、同社の調査によると、カレーライスに落郷が添えられるのは、減少傾向にあり、若年層に至っては何も添えない人が増加している。また、日常生活において、落郷を話題にすることが少なく、存在そのものが忘れられてきているのが現状である。 そこで、同社は、古くから漢方でも用いられた楽鏡を多くの方々に知ってもらい、それを食べて元気に過ごし、暮らしの中でも役立ててもらいたいという趣旨から2012年より、録画並んだ6月6日を楽鏡の日として制定された。記念日当日には、この1年間で最も売り上げた楽鏡製品を明治神宮に奉納し、感謝の意と楽鏡を愛する。 方々の健康を祈願する式典が催されるほか、東京都内各地などで、落鏡製品の無料配布が行われる。岩下の新生姜が発売から30周年を迎えた2017年11月11日を岩下の新生姜の日として制定した。冬の足音が近づく、この季節に様々な料理に活用でき、美味しく手軽にたっぷりと食べられる。 岩下の新生姜で体をポカポカ温めてもらうことが目的。岩下の新生姜は独自の栽培方法で細長く独特な形に育てる生姜を使用しており、その見た目が数字の1に似ていることから食卓にたくさん並んだ新生姜を11月11日に見立てた。記念日、制定以降、岩下の新生姜ミュージアムでは11月に 岩下の新生姜の日を記念したイベントが行われている。岩下の新生姜ミュージアム2015年6月20日に開館した岩下資料館、岩下記念館を前身とするミュージアム。岩下の新生姜ミュージアムや岩下オンラインショップでは岩下の新生姜の形をした岩下の新生姜ペンライトが販売されていた。全長約35センチメートルのピンク色で光る。後に、 ニュージンジャーと書かれたストラップ付きのリニューアル版も登場。2015年6月に販売を始め、人気を得て約3000本が売れた。しかし、不適切な仕様が問題となり、事態を重く見た社長が販売中止を決断し、2016年10月10日を最後に販売終了した。在庫や追加発注した2500本は、 岩下の新生がミュージアム内でのライブ時に貸し出される、ほか、ツリーなどとして展示、活用されている。岩下の新生画のファンを公言する、著名人も、多々おり、特に元、女子プロレスラーの豊田真奈美は、自身のツイッターでたびたび新生画をはじめとする、岩下製品のファンであることを公言しており、2019年4月27日放送の、有吉反省会に、 トヨダが出演した際には、放送直後に、岩下製品の売り上げが倍増したとしている。また、これが縁で、彼女が最高顧問を務めている、女子プロレス団体、アイスリボンのビッグマッチのスポンサーを担当している。また、千葉ロッテマリーンズ投手の岩下大樹は、名字が同じであることが縁で、2019年シーズンに、岩下食品は、スポンサー契約を結んだ。 2021年4月、銚子電気鉄道とコラボして、まずい棒、岩下の新生姜味の発売を開始。台風被害とコロナ禍で観光客が激減した銚子電鉄を盛り上げたいとの思いから実現したもので、銚子電鉄の車内を岩下の新生姜ミュージアムの公式キャラクター、岩鹿と岩下の新生姜アルパカでデコレーションしたピンクニュージンジャー号の運行を行い、発売日には、 岩下の新生姜ミュージアムにて両社長による出発式が行われた。AB 岩下食品株式会社第66期決算広告ミュージアムへ移行こう。岩下の新生姜ミュージアム遊び心満載で年間14万人。読売新聞夕刊2018年12月11日。岩下の新生姜について岩下食品。ABC6 月6日は 落郷の日記念日制定のお知らせ日本記念日、境界認定、旬の落郷を改めて考える日マイナス。プレス、ソーシャルワイヤー。2014年2月13日閲覧。関数字の6は根菜である落郷が土の中で育つ姿のイメージから。数字の6は落郷に形が似ていることから。落郷の日、記念日境界認定記念日。 日本記念日協会。2014年2月13日閲覧。AB。11月11日を、岩下の新生姜の日に制定リンケペ平パーシー、来館。岩下の新生姜ミュージアムで記念イベント。岩下食品。2020年10月12日閲覧。岩下の新生姜で、寒い季節をポカポカに。11月11日を、岩下の新生姜の日に制定。 岩下食品。プレス。2020年10月12日閲覧。11月1日から11月11日。岩下の新生姜の日イベント。岩下食品。2020年10月12日閲覧。11月2日から11日。岩下の新生姜の日2019。岩下食品。2020年10月12日閲覧。 読売新聞栃木版2016年4月17日34面掲載。岩下の新生姜ペンライトが突然の販売終了ネトラボ、豊田学美が有吉反省会で神と崇めた。岩下の新生姜社長がアイスリボンの宮ティ子発来日試合へサプライズ登場。2019年5月18日バトルニュース。4月21日追記。プロ野球球団。 千葉ロッテマリーンズのオフィシャルスポンサーになりました。メディアで紹介されました。岩下食品、オフィシャルサイト2019年9月1日配信、調子電鉄と、岩下食品、激しく辛いまずい棒。岩下の新生姜味を4月17日発売2021年3月29日。トレイシー、ハットヒット商品、まずい棒。 救世主になって経営厳しい銚子鉄道2021年4月22日読売新聞。ありがとうございます。